さっきんとこの近くでしょうね、きっと。大吉先生、よいしょ。幸せ幸せ言うてますよ。あんまりやな。あそこも気になんねんけどな、まあ、ちょっと順当に進みましょうか。クエストに書いてるところ行きましょう。めっちゃ気になるわ。でも宝箱あるな、ちょっと行ってみましょうか。どうせ命の木の実かなんかと思いますけど。荒れ放題だ。めっちゃええやつやんこいつ。うん、ドムドーラってなんか聞いたことあるな。ドムドーラで墓作りが分かれば戻ってきたんやろね。あれ、何これ、え、開けられへんの。墓壊せんのかな。ふっ、やばい。バチ当たりなことをしてしまった。とりあえずなんかあの宝箱はまだ開けられへんということでいいのかな。よし、先進みましょう。で、何だったかな、クエストって書いてる方に行けばいいんやね。どうや、どうやらあそこまで行きたい感じかな。こうか、こっちから行くみたいですね。で、ここは何がいいかな。ここさっきのところね。ここの奥に何かがあるということなんでしょうね。おそらくこの向こうでしょ、多まだ向こうやね。まだ向こうですわ、これ。なんか行きたくなるとこが多いですね。ほい。めっちゃ向こうやん。
げ縄、でどうしたよ。はあはあはあ、石垣とトゲ縄で私の足元にある石の守りを完成。これか、石垣とトゲ縄ね。壊されへんねや。ええがな。もし石の守りの設計図がまだないなら、城にいるロロニア様に聞いてくれ。とりあえず中行きましょうか。みんな悲しいんでるね。元気？明るい亡霊ですね。はあはあ、屋上ね。いや、この辺ちょっと解体してなんかええ感じにできそうやね。まあまあちょっと先に用事があるので、屋上に行けばいいか。OK、 この辺かな。よいしょよいしょ、ほいほい。どこや、じっちゃん？ん？うわー、きついきつい。読む。今日もまた人がいなくなった。どうしてだろう、この城塞の中に魔物はいないはずなのに。その後力を呼び出しを受けた。一体僕に何の用があるんだろう。かなり昔に書かれたものの用が書かれた文字のようになっている。なんか男の子が夜になるとお化けになる的な、お化けというかモンスターになるみたいな、そのパターンかもしれないですね。
あれっていうか屋上にこう言われて行ったんやけど全然おらへんよね。宝箱みたいなのを見っけたんで、もしかしてそこにあるのやも知れないんですが、どうやろうね。じっちゃん、あ、夜じゃないとあかんとか、もしかして。ちょっといろいろ調べてみましょうか。点 B って書いてたかな。あ、おった。はい。うん。そうですね。どこまでも続く暗き雲に覆われた世界を言ってますね。あーはーはー。ここは美しいとこでしたよーと。そうですね、美しい世界を復活させてくれと。うん、世界の復活や救済など考えずてもいいから自分の目の前のものを救うのだと。いいこと言うね、このじいちゃん。そしてただそれを積み上げればよい。そう、そなたが積み上げるブロックのように。うん、そやね、うまいこと言うねみたいな思ったからね。おー、サンキューじいちゃん。ああ、石の守りの記録準備できたよーと。なるほどね、とりあえずあれですね、なんかこう紫っぽい宝箱はまだあげられへんってことなんでしょうね。今色変わりましたからね、急に。じいちゃんの話聞くまでは多分ちょっとあかんよってことなんでしょう。だからあのさっきの墓場のやつも、お墓を建てたらおそらくいけるんでしょうね、取れるようになるんだと思います。ドム道路やったっけ、なんかどっかでありましたよね、ワンかなんかの松屋とは思うんですけどね。うわ、壊せた。このなんかいいな、これ斜めになってるやつめっちゃいいですね。この角っことかなんかややこしいな、これでも。まあいいか。ちょっとものすごい集めていきたいのは山々ですが、一旦いきますね。はい、もちろん。ういしたかってるな、この辺。んで、おった。ういよ、さん。収納じゃない。話す。はい。
おじいちゃんのおかげですね。これほんの少しだけたくましくなったというか、何かが吹っ切れたような感じがするというか、気のせいだなっていう。はい、まだなんかあんの。はい、西側が良いだろうと。あ、なるほど、これで守りを固めたらいいんでしょうけども、とりあえず一旦ここで終わっときたいと思います。いや、しばらくお待ちくださいね。まあ、とりあえずこの城壁をいろいろ次からね、変えていこうかなと思います。ちょっと魔法のやつがあったんで、それをちょっと試してみようかなと、思います。ちょっと一段一段積み上げるのはね、めんどくさいんでね。はい、てな感じでした。またまたお会いいたしましょう。さよなら。